元気出していこう。てチャンネル。元気出していこう。てチャンネル。てっちゃんこと荒川哲夫です。川島あみるです。元気出していこうてっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学の学長で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。はい、今日も最後までお付き合いください。この番組は合同会社ウェルネスオープンリビングラボの提供でお送りします。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日は乗り物酔いを理解して大阪を元気にというテーマです。毎週テーマを決めてそのテーマに沿った話題をお届けしていきます。今回は乗り物酔いについてです。今日は大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学の教授須波紀子先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。しお願いします。須波先生はね、学生時代軽音でバリバリやっておられて、はい、はい、アクティブなね、女性リーダーで音楽大好き、はい、もう音楽のマドンナと言われていまして、はい、僕が副病院長時代に病院の改善活動っていうのをやっててね、はい、で大学病院でそういうのやってるって珍しいんですけども、学会を開くっていう時に、はい、いろいろ、大阪のビデオを作ったりね、飲み屋マップ作ったり、改善活動、改善活動の後に、はい、学会の後に楽しんでもらう、はい、なるほど、マップを作ったりとかして一緒にね、面白い、制作に協力してもらって、はい、すごく素晴らしい先生の生徒さんでもあるんですよね、てっちゃん先生の。そうです、はい、そう教え子です。てっちゃんの講義はどうでしたか。楽しかったです。とても楽しかったです、はい、こんな感じなんでしょうかね。こんな感じです、ね、こんな感じなんでしょうかね。ということで今日は車酔い、船酔い、乗り物酔いという、もう私本当そうなんですよ。ちょっとガタガタの椅子に座ってるだけで吐きそうになったりとか、すごく弱いので今日は本当に楽しみにしてきたんですけど、二日酔いは入ってないのよな。二日酔いはってちょっと違うんですかね。ちょっと違います。ちょっと違うということなんですかね。、はい、この乗り物酔いっていうのはどんなメカニズムで起こっているんですか。もともと私たちは普段こう生活している中で、自分の動きとか目の動きとかそういったものを頭の中でちゃんと記憶してるんですね。でそのもともとあった自分の体がこう動いた時にこういうふうに刺激されますよっていう記憶と、ずれるような刺激があった時、例えばその普通やったら私たち歩いたりとか走ったりとか自分の体で自分を動かしますよね。じゃなくって乗り物によって動かされる時なんかは刺激がずれますよね、今までと。そうすると、その記憶のズレが気持ち悪くなる原因となります。まあ、不自然な動きになるってことだよね。そうですね。自分の、もともと持ってるその脳の中の内部イメージっていうんですけど、それとズレることによって乗り物酔いが起こるとされてます。なんかこの、脳の、低い動物は乗り物酔いしないとか言いません？あ、そうかもしれないですね、結構犬とか酔いますもんね。そうね、犬は酔う、犬は酔う、ね、イメージしてるんですね、犬が自分で散歩で歩いてるときはこんな脳が揺れるとか。そうですね、でもネズミでそんな見たことないもんな。ネズミ、そうですね、乗り物酔いするネズミ、はい、車で自分で走らしてますもんね。そうですね、あんな走っても大丈夫ですもんね。はあ、そういうイメージと実際の動きのズレ、そうですね。じゃあ乗り物酔いに強い人っていうのはイメージが豊かっていうことなんですか。そのイメージがずれたときに自律神経って言って血圧とか脈拍とかあと消化管とか動かす神経に刺激がいっちゃうんですね、はい、でそうするとやっぱり荒川先生もご専門の胃の方とか消化管の方の動きがやっぱおかしくなるとムカムカしてきますし、でやっぱりドキドキしてきたり冷や汗をかいたりってことが起こってきます、自律神経まで狂ってきてしまう。そうですね、だから自律神経のバランスが悪くない人は乗り物酔いしにくい。例えば徹夜明けとかそういう時って乗り物酔いしやすいですよね、はい、自律神経調子が悪い時っていうのが少し乗り物酔いがしやすい状態になりますね。なるほどね。あと
子供の頃って車に弱かったけど大人になって大丈夫になったわっていうのはなんでなんでしょう、はい、それはやっぱり大人になると何回も何回も車乗りますよね、はいはい、そうすると頭の中に車に乗ってる時の自分の状態というのはまた記憶ができてくるんですね。そうするとそれがたくさん出てくるとまたそれが自分の内部イメージになるので弱なくなってきます。てっちゃん先生ってなんか車に寄ったことなさそうなイメージが自分で運転してる時はあんま言わないけれども、はいはい、その人の運転で、うん、なんかこうあの乗ったことない高級車とかの後ろに乗せてもらった時とかクッションが良すぎて気持ち悪くなったりとか国産車は大丈夫なんですけどそういうのも慣れなんですね。そうですね。あとその自分で運転してるとならないっていうのは、はい、自分で運転するとこういう風に G がかかるって予想するじゃないですか、うん、はいはいはい、それがあるとその自分の中のイメージにマッチしやすくなるので、うん、自分で運転してると酔いにくくなります。やっぱりイメージするっていうのがそうですよ、ね、大事だと。あ、これはいいこと聞きました、うん、なるほどね。あとなんかあのお腹に梅干しを貼っておけとか言われませんでした？え、民間療法梅干し貼る、そのシャツ真っ赤かんなりいや分かんないですけどなんかありましたよね。あと、うん、ネットでね、はい、腕に巻く リング、あと眼鏡、うん、車酔いを予防する眼鏡が売ってたりとか、はい、ブレスレットとか、はあ、梅干しをへそに貼るっていうのは、ええ、おまじないっていうやつですよね、はいはい、ただメガネはあながち嘘とは言えなくって、はい、その過去の研究で、はい、あのフラッシュライト、はい、フラッシュライトによって乗り物酔いとかそのモーションシックネスがちょっと軽減できるっていう風な報告もあるんですね。だからもしかすると視覚的な刺激っていうのはあるかもしれないです、効くかもしれないです。いろいろ研究されてるんですね。なんか乗り物酔いの薬とかもありますけれども、うん、はい、乗り物酔いの薬は効果あります、うん、あれは抗ヒスタミン剤、うん、で第一世代って言ってあの、うん、脳にも行くような抗ヒスタミン剤を使うと効きますけど、うん、はい、眠たくなります、うん、すごく眠たくなります、はい、あれ、うん、でも眠たくなるやつないと効かないですね、うんうん、それで脳のバランスを整えてるんですか？どういうそのヒスタミンっていうのを、抗ヒスタミン剤ブロックする、ね、ヒスタミンをブロックするもんですけど、うんうん、脳の中のその前庭神経核っていうところにそのヒスタミンのレセプターがあると言われてて、それが乗り物用に関係があるんじゃないかなっていうふうに言われてるので、うんうん、そこをブロックすることによって乗り物用とかあとめまい止めとしての作用が出るっていうふうに言われてます、うんうん、なるほどね。じゃあ本当に無理だわ、外見ても外見ても酔うんだわっていう人は薬に頼ってみるっていうのも、うん、そうですね、いいかもしれないですよね、うんうんうん、そしてあの乗り物酔いっていうと、うん、私三半規管が強いからとか弱いからとかいうなんか三半規管っていうふうに言葉には出すんですけど、うん、いまいち何か分かってないんですよね、うん、三半規管が強い弱いっていうのもあるんですか？三半規管が強い弱いっていうのは、まあ、一般の正常の人では基本的にはあまりないです。関係ないですね。あのただご高齢になられると確かに三半規管の働きは少し弱ってきますけども、あの若い人、乗り物に乗るような若い人とか子供さんでは強い弱いはあまり関係ないと思います、うん、じゃあもう本当に乗り慣れてるかどうかみたいなところになってくるんですかね。そうですね、乗り慣れてるかどうかと自律神経のバランスがいいかどうかにかかってきますね。じゃあ対処法としては、はい、しっかり寝るしっかり寝る、あと食事の量ですね、乗る前の、うんうんうん、あんまりお腹空きすぎてもいけないし、たくさん食べすぎてもいけないし、ちょっと軽く食べる、うん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 、あとやっぱ酸っぱいものは確かにね、おへそに貼るんじゃなくて、はい、ビタミン C が乗り物に効果があるっていう風な報告もあるので、はい、ちょっと酸っぱいものっていうのもいいのかもしれないですね、はい、あ、じゃあちょっと爽やか系の酸っぱいなんかの、はい、キャンディーみたいなレモン系ですね、レモン系とか入れておくといいかもしれない、はい、あとは乗り慣れるっていう乗り慣れるあとは運転手さんの後ろに座る、後ろ、横じゃなくて後ろ、真後ろに座って運転手さんと同じように頭を動かす。なるほどなるほど。私たち運転するとき無意識にこう左に曲がるときには軽く左に頭を向けてるんですね、うん、だから同じように運転者と同じように頭を傾けると酔いにくくなります、うんうん、じゃああんまり車に弱いという人は運転席の後ろで一緒に頭を動かしてみてますね、はい、そうですっていうのも大事かもしれませんよね。あ、そしてその三半規管に戻りますけれども、はい、私の周りでもあの、うん、めまい、うん、女性にね、うん、はい、
多い、あとメニエール病とかいう言葉もあるんですけど、これはどういうふうに治療できるんですか？めまいっていうのは症状の名前で、例えば頭痛とかお腹痛と一緒なんですね、うんうん、ですからそれぞれの病気によって治療法が異なってきます。めまいが病名じゃないんですね、はい、うんうん、本当はめまい症っていう診断名私はなくしたいんですけども、まだまだ原因がわからないめまいがあるので、うん、そういった時にはめまい症って言いますけども、うん、基本的にはやっぱりそれぞれにこの人にはこの病名、この人にはこの病名っていうふうに病名がつきます。うん、はい、めまいでもみんな食材にしてるけど、フラッとするのは血圧が急に下がったりとか そういうことが多いですね、うん、でぐるぐる回るめまいは本当にね、あの三半規管が関係してるんですよね。ぐるぐる回るめまいの9割ぐらいは耳、三半規管です ね、 ですね、はい、うん、で脳のめまいというのは意外と少ないというふうに言われています、うんうんうん、じゃあ受診するとしたら耳鼻咽喉科に、ぐるぐる回るときにはやっぱり耳鼻科に来てもらうのが一番ですね。そう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 、ね、脳の方かなとか思ってしまうんですけど、うん、回転性のめまい、はいはい、これはすぐ行った方が早めの方がいいんですか？今その脳のことは少ないって言ったんですけども、うんうんうん、脳のことっていうのはまあ脳梗塞とか脳出血なんですけど、めまい以外の症状があるときにはすぐ行ってください。ほうほう。でめまいだけで例えば数時間で収まるとか、あの午前中だけで収まっちゃっていう場合には急ぎはしません。急がないけどもやっぱり一回耳鼻科で原因は調べておくっていうのがいいですけども、はい、疲れのせいかなとかね、うん、夏バテ秋バテかなみたいな、ね、うんうん、はい、もうしょっちゅうあるようだったら、そうですね、ただ、うん、やっぱり耳のめまいっていうのは見過ごせないぐらいの強い症状なので、もう本当に乗り物酔いと一緒でものすごく気持ち悪くなりますし、ぐるぐる回るので、まあそういった時にやっぱり早く来て早く治療した方がいいと思います。クラッとするぐらいは血圧のバランスとかのことがやはりね多いですね。じゃあぐるぐる回ったらちょっと要注意ということで、耳鼻科の方にまずは行ってみても、はい、いいかもしれませんよね。わあ、いろいろ勉強になりました。ということで今日は大阪市立大学大学院医学研究科耳鼻咽喉病態学の教授須波貴子先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。てっちゃん先生、今日の一言よろしいでしょうか？これね、まだ整ってません。整ってません。むさぼってて考えてなかったよ、それで今話聞きながらこう考えててんけどね、ちょっと整いません。わかりました。そういうのもありだと思うよ。今回は整いませんでしたが、早めに気になる方は耳鼻科の方へ行ってみてください。来週もお楽しみに、はい、ありがとうございました。元気出していこう、てっちゃんねる。番組では皆さんからのお便りを募集しています。健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいことがありましたらどんどんお寄せください。メッセージをご紹介させていただいた方にはてっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本をプレゼントいたします。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2でてつアットマーク OBC1314.co.jp、 ファックスは06-6577-0301、おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらでお待ちしています。そして番組のホームページからは過去の放送すべて聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてください。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島あみるでした。それではまた来週。この番組は合同会社ウェルネスオープンリビングラボの提供でお送りしました。